臭み、泥臭さもなくて、そう、それがね、三島のうどんの特徴なんです。分かっていただけて何より。ちなみに、まかないは何をいただくんですか？まかないはその日によっていろいろなので、はい。うなぎを食べることはない？うなぎを食べることは年に1回くらいです。はい。すごく忙しかった後とか。起きた？起きたか？ごめんの。かわいい顔しとったんだ。うん。豚しゃぶ美味しかったの。ほとんどくーちゃんが食べたんだ。な、うん。くーちゃんの大好物の豚しゃぶじゃからの。うん、よし、いいよ。はい、ごめんね。ごめんごめんごめん、悪かったいやの完食じゃからの。